ロンドン共同、イギリスを公式訪問中の天皇陛下は27日午後、日本時間27日深夜、ロンドン郊外にあるウィンザー城を訪れ、エリザベス女王と夫のフィリップ殿下の墓に強化された。陛下は報道陣の取材に、女王に本当によくしていただいた。心からのお礼の気持ちで参拝をさせてもらった、と述べた。女王は昭和、 平成の時代を通じて皇室と深い信仰があり、陛下も1983から85年のイギリス留学中にバッキンガム宮殿にお茶に招かれるなど、家族の一員のようなもてなしを受けた。2022年9月の女王の死去に際し、深い悲しみの気持ちを表明し、皇后様と共に放映して国葬に参列した。